皆さんはじめまして、エピノートソートと申します。ご存知の方、ここにいる方ですと顔わかる方たくさんいるんで、私たちピアノのリオッチとボーカルこのちゃんと申します。2人で組んでるインフィニティソートという2人のユニットがあるんですけど、それプラスエピソードノートというバンドの、ギターボーカルルンバ君とベースエイム君と、あとはヒーローバンドの皆さん大好き遠藤さんが入ってくれてる入ってくれてる5人バンドとなっております。今日はホットラインということで2曲用意してきたんですけど、どちらも東京事変です。みんな、特にここの4人もジャズが大好きなので、これからそういうのでやっていけたらなと思うんですけども、メンバーと会議して後々のことは決めたいと思います。ということで、こちらエピソードの言っちゃった、エピノートソートの中でね、何かこうツイッターとか見てる人で、ね、タヤって言葉をよく見つけると思うんだけど、タヤの説明よく聞かれるんですよね。私が LINE をこうみんなでしてたんです。したらルンマソがコナちゃんって言っとうとしたらコナタヤって言っちゃったのね。で、そっからエム君がこの手やだこの手やだって言い始めて、でなんかこの手になって語尾にタヤをつけるね、風潮になってしまったという、そういう歴史があるんですけども、せっかくエピノートサートのライブだから皆さんタヤを楽しみましょう。はい、あのね、おはようございますって言っておはたやって言うのね。え、おはたやって言ったおはたやって言うんだよ。いや、せーのせーでおはたやー。ありがとう、楽しいこのノリで、もうあとノリ残り1曲やりますので、楽しんで帰っていってくださいということで、あと残り1曲です。エピノートソートと申します。ぜひ覚えて帰ってください。ありがとうございました。じゃあ東京事変の透明人間